すでに剣折れ、矢は突き果てた。漆黒が暗黒に飲まれ、狂気が狂乱に蹂躙され、宇宙が無に帰した。なのになぜ我らがまだここにある。滅び消えたはずの我らが、我ら、なるほど、そういうことか。無限の糸の切れ端を、かき集め、より合わせ、因果の糸車に巻き取ったというわけか。だが、すべては無価値だ。所詮この身は、死せる言葉のパッチワーク。意味をなさ、戯言に過ぎぬのだから。 ここは一体アインツベルンじゃ、いや違和感がある。まるで絵画の中に入り込んでしまったようだ。魔術師の結界に囚われたとは少し感じが違うようですが、マスターとのパスは途切れていない。魔力供給が続いている。 腕を磨き、出直してくるがいい。魔導書自らが人化することができるとは驚きです。それもこのような可愛らしい。いえ、気の迷いです。すみません、もしかして。 もしかしてなのですが、突然恐縮です。申し遅れました。
波の宝具では太刀打ちできないものと知れ。予想よりも運動量が多く、魔力供給量は低下気味です。食事と休息で補うこととしましょう。 アバロンに眠りし古の王、その身に秘めた魔力はやはり人類の得意と私のことを知っているようです。こちらには覚えがありません。あなたは何者ですか？我が名はイグニス。人類の守護者を名乗る者。今の地球はその門は危険すぎる。排除させてもらうぞ。門とやらか知りませんが、 剣で挑まれたからにはこの剣にかけてお相手しましょう。私はイグニス。分け合って人類の守護者を名乗る者。Get ready! Fight! だいぶマシだ。 行きます。ダイブマシンだ。ダイブマシンだ。どうだ。どうだ。ゲッ。その波。行きます。ストライク。その波。その波。切れたの？充電。必要なの？ソーリフラグなの？ だいぶマシになった。どうだ。どうだ。 やってくれ。波の宝具では太刀打ちできないものと知れ。この戦いは熾烈なものになるでしょう。早々に舞台から降りることを勧めます。なんという残忍にして卑劣な戦いぶり。 これでまるで暗殺者だ。すまない。おかげで呪縛が解けた。この私としたことがどうやら何者かに操られていたようだ。何者かに操られていた。なるほど。あのような卑怯な戦いぶりはそのせいでしたか。いや、 大体正気なら警告なしで襲う。次会う時はそうさせてもらおう。でもさらば。
ストーカーとやり合うとなるね。いいね、いいね。 Get ready! できないものと知れ、この戦いは熾烈なものになるでしょう。早々に舞台から降りることを勧めます。聞こえてくるのは何？剣撃と剣撃の応酬、土震う音、防ぐ音、傷つけるもの、傷つくもの、共感する者の声、集まってくるのは何？怒りと憎悪の総括、不当の誓い、刺す痛み、戦う者、あがく者、前に進む者の心。我らは魂もたぬ知恵、使い手なき秘技のガランド、断裁され陣愛となった。火にくべられ怪人となった。愛は失われた、憎しみに囚われた。伸ばした手は届かない。あるのはただ苦しみばかり。その我らに我は何を求めようというのだ。私の本質が見えるのですか？あなた、人間ではありません。まがまがしい汚れた闇の気配。いいか、これ全部食べたら1週間はご飯を食べなくて済みそうだね。いただきます。無意な摂取は好まないのですが、人に害をなす化粧であるというのなら容赦しません。我が宝剣で切り伏せるのみ。Get ready! Fight! Ha! 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 Ha!
形状と声で6987545アンジェラ・バルト演算中心どうするじゃ弾道補正セットアップ気力を尽くしてくるがいい。Get ready! の怪物だとではないのですが、いくらおぞましく奇怪な魔物であろうと敵ではありませんが、さすがに多数と戦うとなると手こずるやもしれません。あれ？あれで？そういやどうしちゃったんだろう。お腹なんか全然空いてなかったのに。あれほど重苦しかった敵が消えた。擬態などではなさそうだが、これは一体どういうつもりなのですか。あいたたたた、嫌だなあ。もう体中傷だらけ。わけがわからないし、ここは退却。じゃあね、ごちそうさん。待ちなさい。言ってしまった。あのようなものが徘徊しているということは、ここはやはり異界なのだろう。あなたの相手はこの私。Get ready! ファイト！やっはい！そこね！甘い！ダナイトメア！甘い！ダナイトメア！行くぞ！いや、行くぞ！手加減は無用です。Get ready! ファイト！やっ！やっ！どうだ？甘い！ほっ！形状と声で6987545アンジェラ・バルト演算初心どうせ速くて弾道クライシングセットアップ
甘く見られたものだ。この戦いは熾烈なものになるでしょう。早々に舞台から降りることを進めます。正義を口にする騎士よ、己の正義のために敵を打ち滅ぼしてきたもの、それはあなたにとっての正義でしかないことに気づいている。貴様、何を言っている。騎士でもないあなたに我が王道が分かるはずもなかろう。貴様一体何者だ。あなたの正義は単なる自分の我を通したいだけ。それに正義のために殺したとしても善悪捜査の掟から逃れることはできない。この一刀をもってあなたを撃つわ。我が正義を貶めるその言いよう、この剣への侮辱許さんぞ。雲の巣へようこそ。もうあなたは逃げられない。 Get ready! Fight! 行きます！はっ！どうだ？この位置！はっ！どうだ？はっ！行きます！はっ！邪魔だ！どうだ？そこね！お出ましだぜ！ピッチで宣伝しといてくれ！はっ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 ！早くさせてもらうわよ！そこ、どっちよ。テンパ、届いたの。アップロードするの完了したの。行きます、行きます。引き、ここが雲の巣。邪魔だ。加速して撃撃する時間。エージョン得意で8754アンジェラ・バルト。いいよ。エンタッチどうする。アンジェラ・バルト、冤罪処刑。どうぞ。弾道補正回復させてもらうわよ。何の王様って言ったのか。マジなさ。サイバーおいゴー。波の宝具では太刀打ちできないものと知れ。この戦いは熾烈なものになるでし
早々に舞台から降りることを進めます。どうやらあやかしの術にかかっていたみたい。でもあなたが剣を収めるというのであれば、私の方に戦いを続ける理由はありません。しかし我が騎士道を愚弄するというのであれば、愚弄なんてしないわ。あなたがそうだと信じるのなら、その道を行けばいいと思う。でもあなたが正義の二次を報じて勝利するとき、戦いの渦は拡大する。それを忘れない。話に聞く武士道とは異なるようですが、同意はできません。もののふよ、しかし我が道を妨げるものがあるならば、私は私の戦いを続けるまでです。よく来たな、ブリテンの英雄王よ。我の到来を待ちわびていた。なんという高密度の魔力。サーバーだけではここまでの魔力量は、これはむしろ宝具。その通り、我らこそが無限無休無尽の半宇宙最後のネクロノミコン、最強の魔導書の残滓。ネクロノミコン、未知の魔導書だとでも言うのか。だがその魔導書自体は人の姿をとっていると。我が倒した者たちの痛み、苦しみ、嘆き、怒りの全て我らは受け取った。ここに自らを歓喜しよう。精神正しき時は来たれり。我らはアルアジフ・エクスモルテス、死者の掟にして死者の名前を告げる者、常服の湖岸に横たわる者よ。我らと共に滅びるがいい。なるほど、私のことを知っているのです。だがここで戻るわけにはいかない。我が願いを果たすまでは。ナレの王国が塔に滅びた今も、虚しい望みを抱き続けるのか。過去の王よ、民をすり潰し、神を投人し、なおも世界に家を捧げようというのか。そうだ、だからこそ私は全てをやり直すために、この願い、この剣に誓う願いを譲れない。なら無くならざる刃がお相手しよう。来い、継ぎはぎの世界を破壊する者よ。我は死者の掟、我は魔の本性を暴く者、夜に吠える魔物の声を聞け。 Get ready! ファイト！邪魔だ！隙が！触るな！エージェント攻撃、レフト9874546、アンジェラ・バルジェル。
演算処理どうぞ弾道補正セットアップマッチャイヤーゴー手加減は無用です Get ready ファイ行きます甘いはっ切り替えスルシオあまりくどはっどうだの掟我は魔の本性を暴く者夜に吠える魔物の声を聞け Get ready! ファイハッつけなくらえやってくれたなハッハッどうなのハッやってくれたなハッ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 時の彼方にとどまる者を切れたの充電必要なのどうだ光なき世界に死んだ万象眠る場所なし飲み干し見たものしか召喚甘えすぎストライクまだ無事だ何の助けがストライクなる英語の果てに Get ready! ファイハッ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 は死者の掟我は魔の本性を暴く者夜に吠える魔物の声を聞け Get ready! ファイハッ行くぞ行くぞドンくらえ行きます止まるのくらえハッ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 どうだ甘い
風よ。死力を尽くしてくるがいい。Get ready! Fight! 必死の印よ！甘いの印よ！よっしゃ！どうだ！必死の浮きの彼方に取り出す！必死の印！どうだ！どうだ！どうだ！たまるな！甘い！我は死者の掟、我は魔の本性を暴く者、夜に吠える魔物の声を聞け。 Get ready! Fight! 我だ、我だ、我死力を尽くしてくるがいい。見事だ、インフィニットブラスターズよ。果てしない戦いにあってなおも拳を振り上げることをやめない英豪の探求者たち、我らの勇気や知恵よりもその光り輝く愚かしさこそが愛おしいのだ。忘れ果てていた我ら、わらわたちもかつては確かにそれを持っていた。
ジグソーが消えてゆく。善が一に、一が善に。今こそ我らはわらわとなろう。さらばだ、無限の破壊者たちよ。わずかな時間とはいえ、このような小さな呪具、サーバント召喚のような力を発揮するとは驚きでした。アサイラムのお医者さんがおっしゃるには、すぐに何もかも元通りになるそうです。お医者さんは白衣がすっごくかっこいいジョイさんなのですよ。このまま戻れるというのは私としては何の問題もありません。もう一度会ってみたい方もいましたが、この不思議な高揚感は、そうか、これで。ここは、私は戻ってきたのか。戻ってきた。どこから。記憶に少し混乱があるようです。敵サーバント魔術師の気配はない。一刻も早く彼女の元へと急がなければ。私は眠っていたのか。サーバントは夢を見ない。あれは幻だったんだろう。愚弄なんてしないわ。あなたがそうだと信じるのなら、その道を行けばいいと思う。でも、あなたが正義の虹を報じて勝利するとき、戦いの渦は拡大する。なんだ、これは私の記憶なのか。思い出せない。だが、確かに。それを忘れないで。どこかで誰かにそのようなことを言われた。でも誰に。いえ、気の迷いでしょう。彼が我が騎士道を理解してくれないことは残念ですが、彼には彼なりの正義があると。今さら迷うことなどありはしない。警戒を続けましょう。私の戦いはこれからさらに激化していくだろう。このようなことを思い煩っている場合ではない。騎士の誓いとこの剣にかけて、勝利をこの手に、そして我が祖国に希望の未来を。
無限無休無尽の半宇宙で残骸の残骸の残骸を拾い集めて寄せ集めてかき集め続けて、今こそ全てが一つに、一つが全てに。三神器の一つ、大事なものを失い、時に苦しみ、時に血を流し、それでも希望を抱き、前に進み、戦いをやめなかった魂の輝きは、その方向こそ、眠れる姫君に送る王子様のキスだ。最強の蘇生呪文よりもロマンチックで、最高の目覚まし時計よりもグルービー。まるで広い、まるでヒーロー。残る神器は二つ。最極の空虚を抜け、究極の門の先へ行くために、そう、次の仕込みを始めなければ。